そもそも LTSI の説明をちゃんと聞いたことのない方っていうのはどのくらいいらっしゃるでしょうか。誰もいないんですかね。全員よく知ってたりするんですか。同じ話ばかりしててしょうがないんですけども、まあ一応じゃあこれでちょっと説明します。これの資料は、コスカップと書いてますけど、コスカップっていうのはなんだろう、カンファレンス層オープンソースデベロッパー&ユーザーとかのそういう会議が台湾であってですね、台湾の、まあ日本でいう経済産業省みたいなのが主催しているやつで、3分の1が企業の人、3分の1が学生さん、3分の1が研究者みたいな人と集まって土日にやる会議です。丸2日間で、結構まあほとんどのセッションは中国語とかの台湾の言葉でやってて、僕とか何人かだけ英語で喋ってるっていう人のセッションなので、喋る方はとてもやりにくいです。僕が英語で喋って向こうの中の会話中国語で喋られてるんで何言ってるかわからないんで非常にやりにくい雰囲気になりましたけども、まあコーディネーターの小林さんみたいなお仕事される方がいて、そこが、通訳をしてくれるっていうそういう感じでしたけど、で、まあ、このネタはですね、私プレゼンテーション資料は Git で管理していて、で手筆書いてるので、今年のコラボレーションサミットと同じファイルをずっとメンテしているということですけども、それも最新版ということになります。なのでほとんどの人は、まあ何知ってることもあるので、どんな質問でもいいので、言っていただければできるだけ答えます。私の自己紹介ですけど、まあ、僕は今日この格好で来てて、ルネサスから来ていますが、Linux Foundation の C ワーキンググループというところがありまして、元々はコンシューマーエレクトリス、まあ、上田さんとかがメインでやられてたそのテレビとかそういう携帯とかの Linux ですけど、そこの元々のメンバーです。で、あと LTSI プロジェクトというのを、これはNEC の柴田さんと私で始めたんですけど、それが、まあ、最初のプロポーザーですよということをこっちは書いています。あと僕の会社は、まあ、チップ屋さんなので、アップストリームはいろいろやっていますので、そこのメンテナンスマネージャーをしてたり、あとは、まあ、お客様のところに行って時々謝りに行くっていう仕事もしていますので、まあ、両方やってますよというのが自己紹介です。で、まあ、ここにいる方々には説明する必要はないでしょうけど、アップストリームのカーネルっていろいろあるよねという説明をまず最初にしていて、これは先週撮った絵なので 3.15.5 はその時の最新でした。で、まあ、これはまあ皆さんご存知ですけど、一応その、まあ、そうか、この資料は当然アップしますので、皆さん会社で説明する時に使ったらいいかと思うんですけど、一応左上にメインラインって 3.16.RC5 って先週ですけど、要するに出てない、今 3.15 は最新なので16のコードが出てますよっていうのは、まあ、当たり前ですけど、オープンソースでは当たり前ですけど、他の商用では当然ないことなので、何が進んでるか見えますよっていう話と、あとその下にステーブルとロングタームっていうのがちょろちょろいっぱい出てますよね。で、そこのステーブルとは何ですか、ロングタームとは何ですかっていう説明を今回はしました。で、今僕よくそれこそなんだ、最近隣接も自動車屋さんに、自動車業界がメインになったので、いろんな自動車屋さんとかティアワンさんとか説明に行くんですけど、まあ、日本はですねだいぶ皆さん分かってくれて説明そんなにしなくていいんです。ヨーロッパはなんで最新じゃねえんだとかいうことを未だに言われるケースも結構多くてですね、なので一応なんでステーブルなのっていう話を一応することは時々必要があります。あともう一つ必ず言われるのは、10年使うのにどうしてくれるんだとか必ず言われて、知るかと言いたいですけども、そう言えないのでこうやったらいいですよっていう話をまあしているという話です。ただまあ最近はあれですよね、Android とか Apple とかどんどんバージョンが新しくなってきちゃうと、いつまでも古いカーネルを使い続けることは結構難しいのも実際問題をお客様も思っているみたいで、どうしようかなって悩んでる人が多いというのは実際ありますね。一応これは 3.0 シリーズのカーネルの、ヒストリーをデータから取ってきたものです。3.1 から 3.15 まで書いてますけど、そこにデュレーションでそのリリースの間隔を見てますけど、実は1個だけ例外があって、こいつ 3.1 だけは95日かかりました。理由は忘れましたけど、なんか特別な情報ってありました。でそれ以降は、ほとんどほぼ正確に70日72、74、63とかなってますけど、もうここに集中してるわけですよね。ってことは何言ってるかというと、Linux カーネルは次いつ出るのというのはほとんど予想がつくということですね。でこれどういうことかというと、普通皆様は自分の会社とかで製品を作ったりしてると、まあ、営業的にこういつ出荷で決まってるケースはあるんでしょうけど、基本的にはある目標が達成できなきゃリリースできないということで、締め切り間際になって徹夜するとかいうようなパターンになると思うんですけど、実は Linux の場合ははっきりしていて、間に合わなかったら入れないよっていうだけのことなんですね。でその代わり次は必ず来るから、次に入れられるように頑張りなさいということにしているので、まあ、変な
要するに追い込みをしないできちっときれいなコードだけが入りなさいっていう仕組みになってるよということで、でこれはリーナスが、まあ、あるとこから変えたわけですけど、この仕組みになってとっても良くなったと、要するに汚いコードが入りにくくなったので、次があるから次に回しなさいというふうにしましたということがきちっと待ってるよということがここから分かります。で次はですね、バージョンの寿命というかですね、いつまでメンテされたのっていう話ですけど、今言ったこの 3.1 から 3.15 までを見るとですね、 3.1 は実は 3.1.9 で終わってしまいましたが、 3.2 は 3.2.55 まで行ってますとか、 3.3 は8で終わってますけど、 3.4 は95まで行ってますとか、この赤く乗ったやつですね、 3.2、3.4、3.10、3.12、3.14 っていうのが、長生きするカーネル、ロングタームステーブルになるカーネルですという説明をしました。で、まあ何が違うのってことですけど、長生きする方のほどちゃんとメンテされると、バグフィックス、セキュリティフィックスが入るっていうことですから、バージョンどれを選んでも同じじゃないですよっていうことは、まあ、説明した方がいいねと思っています。でこの中で見るとですね、3.0 ってもうここに載ってないですけど、 3.0 と 3.4 と 3.10 と 3.14 というのは、グレッグ・コア・ハートマンがですね、コミュニティでメンテナンスしているロングタームバージョンです。でそれ以外に例えば 3.2 はデビアンプロジェクトでメンテしています。あと 3.2 クエスチョンと書いてますけど、これはスーデですね、スーデの人たちが自分でメンテしてます。なので、ロングタームステーブルのメンテナンス自身は、誰がやってもいいんですけども、コミュニティでやってるのは 3.、まあ、ここでいくと4と 3.10 と 3.14 だよっていうことになります。なので、いろんなお客さんから俺は 3.11 が使えてんだという話が時々出てくるんですけど、別に行かないとは言わないけど、自分で頑張ってメンテしなきゃいけないんだよっていう話になるよということになります。で次のページですね。でじゃあその 3.何とかって、例えばこのもう一回ここに 3.0 が出てきましたけど、例えば 3.4 だと今95まで来てて、フィックスっていうか、まあ追加で後から足されたパッチが4500個、 3.2 だと5000個、で新しいやつはまあ少ないわけですけど、 3.10 で2900個、 3.12 で2300個とかなっていますよと。でこれって何っていう話ですよね。で、この赤くちょっと見にくいかもしれませんけど、Linux カーネルソースコードの中にドキュメントのディレクトリがあるのをご存じだと思いますけど、そこに、ステーブルカーネルルールドットテキストっていうファイルが、ドキュメントがついています。でこれグレッグが書いたドキュメントです。で、まあ、今日は時間があるからちょっと真面目にこれを読むとですね、これはステーブルの中にどんなパッチを入れるかっていうことなんですけど、きちんと決めてるからこれをまで読めと彼は言ってるわけで、It must be obviously correct and tested、 要するに明らかに正しくて十分テストするものじゃダメだよと。だから cannot be bigger than 100 line、 要するに100 line、 100行以上のでかいパッチはダメだよとかですね、1個のパッチは X のバグフィックスしか入れちゃダメだよとかいうことをいろいろ書いていてですね、でここに下の方に書いてあるのは、要するにナイスとハブ、いや直した方がいいよね程度のことは入れるなと、クリティカルで絶対やんなきゃやばいよっていうものだけを入れなさいというふうに彼は言っています。まあこれが非常にコンサバティブなアプローチで、逆に言うとここに上がってるフィックスのパッチを当てなかったらやばいですよというもの、なので僕は上にマスターアプライと書いてますけど、絶対当てなきゃいけないんですよっていうことです。で組み込みの世界では一回出したソフトウェアをバージョンを上げるってことは普通は過去してこなかったわけですけども、まあ、する方法もなかったからしてこなかったんですけど、まあ、最近例えばパソコンとかは別に Windows に限らず Ubuntu だったり何でもしょっちゅうセキュリティアップデートできますよね。でこれはもちろんカーネルだけじゃなくてアプリの方もいっぱい来ますけど、で最近ちょっとやらせじゃないかと思いますけど、マイクロソフトのなんかなんだ XP 止めた後にバグが出たんで1回だけ特別にとか言ってたし、 Linux の世界でも OpenSSL のバグってハートビットってなんか毎回かしも有名な話がさっきありましたね。であんなのは別にあれだけが有名になったんで皆さん注目してて街のお姉さんとかなんか大変なとか言ってたけど、しょっちゅう起こってるわけです、あの程度のバグは。でたまたま世の中には悪い人がいるわけで、セキュリティを酷使した瞬間にそこを狙う人は絶対当然いるんですよ。なんかそういうことをする人はいるので、なのでそのバルナビリティがこう公開されているものを明らかに穴を塞がないとやばいんですよね。でそこを狙ってくる人がいるので、でなんだ世の中にそのゼロデーアタックみたいなね、それに公開されてないんだけど公開される直前にそれを狙う人とかもいるので、やっぱりそのセキュリティフィックスをいかに早く当てるかっていうのは結構我々製品を作る人にとっては大事な問題になってきます。で例えばルーターみたいなやつですよね、僕も家のルーターとこだい2C のルーターから使ってるんですけど、ルーターも最近セキュリティフィックスが出てて残っちゃったと思ってみたら、その OpenSSL のセキュリティのフィックスが出てましたけど、そこは
セキュリティフィックスを出している会社と出していない会社が実際問題としてありますよね。なので、まあこれも世の中いろんな人がいて、そのセキュリティホールが空いてたからなんかひどい目にあったって訴える人が出てこないとも限らないので、我々メーカーとしてはそういうとこをケアしなくちゃいけないので、まあ何度も言います、ここに書いてるその何千個っていうやつはどうでもいいもんじゃなくて、あもちろんですね、この例えば5000個あるやつの全部が皆さんに関係するとは限らないですよ。いろんなアーキテクチャの固有のバグとかもいろいろあるので、全部とは言わないけど、ここに入ってるやつは無視しちゃまずいよっていう、そういう意味で、なのでこういうバージョンはセキュリティはちゃんとそのフィックスに関しては真面目に見る必要がありますよということを説明してあげてください。で、カーネルの、これちょっと絵が古くて3点じゃなくて 2.6 とか書いてますけど、ここはですね、確か僕はビデオリラックスコンテンツを作った映画があるので、それをちょっとこれ見せますが、どうだったかな、何もいいかな、これ映るんですかね、そもそもこのこうついてこう映るんですね、はい、これは面倒くさいから映画にしたという話なんですけど、まずですね、これ丸がついてる、どういうの落としてるのこれ、青い丸がポコポコポコって上がってるのがカーネルバージョン、これ止まらない、止まる方向がわかんない、これはバージョンが上がっていくという意味で、赤いのがステーブルリリースです、さっき言った 3.10 とかです。でこの絵は何を言ってるかというと、あそこそこ、これ違うようでしちゃったんですけど、ですね、これは何を言ってるかというと、あるバージョンを選んでそれに対して自分でフィックスを入れます、またはニューフィーチャーを入れます。そうするとカーネルのメインラインが進歩するとどっかのタイミングでそれはコンフィクトしちゃうよねということを言ってます。なので自分で頑張ってメンテナンスも一生それを自分でメンテナンスしなきゃいけない、すごい大変ですよねっていうことを言ってて、そうじゃなくて、これはアップストリームファーストっていう考え方ですけど、そのランプがついてるのはニューフィーチャーのことです。新しいアイデアをどんどんメインラインの先っぽの方にどんどん入れていきましょう、メインラインしましょうということを言っていて、でフィックスは勝手に降ってくる、これはさっきのグレッグがやってくれてるので降ってくるよっていうと、でフィックスはステーブルに勝手に落ちてきます。でそのランプがついてるニューフィーチャーはステーブルは落ちません、さっきのグレッグのルールでバグフィックスオンリーと言ってますのでそこは落ちないんですけど、LTSI の考え方は、このステーブルのものの上に、新しいニューフィーチャーを入れたいよねというのが、LTSI の基本的な考え方で、そこにはフィックスもついてくるよというのがLTSI の一番基本となる考え方です。なので、こういうふうにやっとけば自分で将来メンテ見なくてもそのメインコミュニティ側のフィックスをずっと使えますよねということを説明した絵になります、はい、でちょっとそういう意味ではこれは LTSI の説明だったので少し先走ったんですけど、これだってどうなのかな、読み方が分からないコントロールシートもあるそもそもだってこれなんでコントロールがでかくなったあ、これで止まった、はい、で、最初のやつどこ行っちゃったねって言うと止まっちゃいましたね、あ、僕は止めちゃったんですね、一つでね、バグってどこなのかな、クリーンズを発表しましょう、はい、で今ちょっと、動画で本当は止め直し説明したかったのが止まらなかったので、バージョンは普通のやつは2世代しか持たないんです。例えば3、これちょっと字が古くてすみませんが 2.6.29 のケースでいくと 3.1 が出たところで、さっきのフィックスは終わっちゃいますけど、ステーブルっていうバージョンだけが長くいきますよって、まあ、最初に説明した話、ここちょっと80って書いてます、今は70日ですね。で、そのルールですけど、どういうふうにな、そもそもですね、ステーブルルールってなかったんですよ。で皆さんは僕らはどれがロングタームになるか分かんないので、カーネルバージョンを選ぶのは昔は賭けだったんですよね。でそういう事情もあったので、チップベンダー A 社とチップベンダー B 社とディストリビューション A 社と B 社とそれぞれ違うバージョンをお勧めするとかわけわかんない状況が起こってて、で、まあ、僕らのチップベンダーさんからするとお客さんごとに違うバージョンの面倒見るとかやってひどい目に遭ってたっていう昔があったので、まあ、そういう意味ではみんなで同じのを使おうよっていうのはもともとあったわけですけど、そうするとどれが当たりか外れか分かんないよねっていう話があって、まあ、正直ですね、カーネルバージョン当たり外れあります。でさっき言ったように70日でこう更新していくんですけど、あるやつは例えばすごく大きなこう中に変更が入ってて割と安定してないけど、あるやつは割と安定目とかね、そういうの話があって、皆さん Linux メーリングリストでなんかですね、リーナスがカーネル 4.0 とかいう話をしてるのをご存知でしょうか。なんかですね、リーナスも
あんまり新しいものを入れられないで、なんか安定させたらいいんじゃないのとか、そういう話をしているところもあってですね、 4.0 をいつ出そうなんて理論がありましたけど、グレイクに言ったらそんなのは関係ないとグレイクは言ってましたけど、まあ、いずれにしてもルールを作ろうと決めたんです。それがこれで、メンテナー、これはグレイクのことですね。グレイクが、1個のステーブルバージョンを年に1個選びましょう。何を言ってるかというと、大体70日おきに出ると言ったということはですね、350日だから年に5個ぐらいバージョンが出るわけですね。で、5個ぐらい出るバージョンのうちの1個を長持ちバージョンとして選びましょうというふうにして、それを選ぶのはグレックですよということを言ってます。で、それを、2年間は面倒見ようと。で、この2年間も罠があってですね、みんな2年間っていうのは選んでるから2年間だと思うんだけど、そうじゃなくて出てから2年間、最初に出てから2年間です。なので実際はそんなに長いわけじゃないんですよ、これ。で、皆さんに僕もこれ ETS はいいよって説明いつもしてるんですけど、全然足んねえじゃん。大体その例えば今日は今日の最新で一番最新ですよ、今日は 3.15 ですけど、そんなの使ってる人はまだいなくて、皆さん例えばまあプリンセスはですね、お客さんに今 3.4 の BSP をずっと配ってて、やっと 3.10 に移ってるところなんですけど、もう 3.10 って相当古いんですね、そういう意味で言ったらね、もう1年ぐらい前のものなんで、お客さんによってはなんで 3.15 じゃねえんだっていうことを言われるわけですけど、ですからそういう意味ではもう2年が長いか短いかは別の議論としてあるのは分かっています。多分足りないんでしょう。で、今僕は今日は車とか言ってますけど、もっと例えば電車とかですね、水道とかいろんな人もいてですね、10年当たり前でしょって人も今世の中にはいっぱいいるんですね。なので、2年で十分とは全然言ってませんけど、少なくともグレックは2年やるよと言ってるという意味です。ですからこういうですね、もうとても大事なことは、例えば今回 3.10 が出ました。 3.10 が出た時に、その前は 3.4 があって、その前は 3.0 があったんですけど、これが2014年、13年、12年なんだけど、その時に 3.10 を出した時に 3.0 のメンテナンスを弱めるんですね。そうしないとどんどん仕事が増えていっちゃうので、なのでコミュニティとしては新しいものを始める時に前のやつをどうやってターミネーションするのかっていうルールも作ってやって、2つ前のやつはそこで終わりますよっていうことを言ってるということです。なので例えば 3.0 を使っている人は、そういう意味でいくとこの先コミュニティはメンテナンスされなくなりますよということになります。ちょっとですね、ここでまだ言っちゃいけないけどって話を一つすると、 3.10 の次の話がもうこの後出てきますけど、実は出ていて、そうすると 3.10 の次が出ると 3.4 がなくなっちゃうんですね。 3.4 を使ってた人はまだ世の中にたくさんいて、3.4 どうしようって話になった時にですね、今回、ホワウェイの人、彼は割と有名なコミュニティで働いてる人ですけど、彼が俺がやると言ったんです、メンテナンスを。で、それは彼はコミュニティでいろいろ実績になっている、名前も顔も売れている人なので、じゃあグレッグは分かった、前やれというふうに言ったという話があってですね、なので誰かが手を挙げればメンテナンスはできます。で、さっきの僕のこの表ですね、この表で、実はこれの関連ソースから自動的にスクリプトで生成するんですけど、バージョンでこう Git タグでチェックアウトして戻って、そこでこうどのパッチに対してどのくらいのパッチがどの時間軸で出たのっていう、まあ、統計を取ることが当然できるんで、そうすると当たり前ですけど、出てばっかりの時はいっぱいセキュリティフィックスが出ます。だけど1年経てば相当減って、3年5年経つと年に何個しかならないんですよ。なので、実はロングタームサポートというのは、その2年以上の話はものすごい大げさ大変だっていうことでは本当はなくてですね、これもグリックとも話したんですけど、僕らはやんないよと彼は言ってましたけど、要するにやりたいんだったら、例えばアーキテクチャを絞ったらいいんじゃないのと。例えば ARM だけにするとか Intel だけにするとかすればいいし、あとターゲットプラットフォームも絞ったらいいんじゃない、そうするとどんどんやることが減っていくので、そうすれば別に10年ってできないわけじゃないじゃんと彼は言ってましたし、僕もそう思います。なので、このさっきのこの紙ですね、こういう意味でこれ2年しかグレックは見ないけど、その後そのさっき言ったそのホワウェイの人みたいに誰か俺がやると手を挙げて、ちゃんとその人が、まあ、トラストな人でなきゃいけないんですけど、そういう人が出てくれば別にこれを長く面倒見ることはできるでしょう。で、例えばですね、 3.10、ここにはあんまり書いてないんですけど、レッドハットエンタープライズリナックスですけど、レッドハットの今の次のバージョンは 3.10 で出ましたよね。ということはほっといてもレッドハットが面倒見るんですよ、 3.10 に関しては。向こう10年はいかないか、5年以上は。なのでそこに乗っかっていけばですね、そのレッドハットで一緒にやっていく。で、僕はまあ畳みするのは嫌だから、本当はレッドハートと話をして、メインラインのセキュリティフィックスにチャージ一緒にやろうねって話をすればいいと思ってるんですけど、なのである意味 3.10 は乗りやすいですよね、皆さんね。そう、みんなオープンから見続けるから。で、そういう意味でいくと、このルールを作りましたという説明をしています。これはちょっと昔のメールですけど、
グレッグが 3.0 終わりだよっていうメールを、これをいつ出したかというと2013年のオクトーバーに出していて、一番最初に書いてるんですけど、 All users of 3.0 シリーズはマストアップグレードだと言ってるんでね。なのでこれグレッグはこういうメッセージを出して 3.0 終わりますよっていう告知をしているのと同時に、これは去年の8月、2013年8月にブログに書いてるんですけど、まあ要するに次は 3.10 だという話をここで出していました。ですからまあ今実はですね、 3.10 の次の話、今日後ほど出てくるんですけど、それも、決まっているんですけど、まだこのブログが出てないんで、そろそろ書いてねって言っているところです。なので一応まあこんなで、ここで注目してほしいのは8月と注目してほしいんですね。でどういうことかというと、 3.10 ってどうなんだっけと思うんですね。 3.10 は2013年6月末に出てんですよ。なのでこれグレッグが言った時にはもうとっくに開発は終わってる、まあ、実際そのパッチを入れるという意味では4月なんですね。なのでこれグレッグに 3.10 は次だと言われた時に、ああそうかって言って 3.10 使おうと思ってもそこには行動は入らないよということになります。でここは、そうするとしょうがないから自分のところでそれにローカルコードを作らなきゃいけないねっていうのは問題だったのでということで、この8月の後にどうしようって考え、これがさっきの僕の説明したやつですね。で、LTSI をどこから持ってくるのっていう話ですけども、赤い線と青い線と2つ書いてます。1つは例えば 3.10 に対して 3.12 に入っているコードをバックポートします。でこれはまあある意味安全なというかですね、 3.10 にメインラインされているということはコミュニティでのレビューも通っていて、みんながそれはいいよね、大丈夫だねって認めたコードなんで、割とセーフにこうバックポートできると。でもちろんバックポートはできやすいものとできにくいものがありますけど、まあ、基本的にはこの青いパスがおすすめのパスですよということを書いています。アップスリムパスだよと書いています。だけどそうは言ってもアップスリムなってないけど大事なコードってあるよねというので、赤いパスも実は認めています。赤いパスはメインラインには入ってないインハウスのコードなんだけど、LTSI のツリーにマージすることもできますよと。でここは、一応まあグレッグそのコミュニティメンテナーと同時に LTSI のメンテナーも帽子を2つ持って別の仕事をしているので、赤いパスの場合はですね、割と厳しくグレッグがチェックします。要するにこのコードは書き方がおかしいとか、他のコードとぶつかるとかそういうのはダメよっていうんで一応チェックしますけど、まあ、この赤いパスもあるので、ですからそういう意味ではそういうことできますよっていう説明をしています。で一応 LTSI の考え方のまとめをここにも書きましたけど、LTS のバージョンを使います。さっき言った長引きバージョンを使って、それに後から来たパッチを足すことができますよと。で Linux ファンデーションでやっていますよと。要するにコミュニティの仕事じゃないですよと。で、カーネルしかありません。でカーネルだけではそのシステムを作れない、なぜかというとライブラリもツールチェーンも必要なので作れないんですけど、逆に言えばノートでもくっつくよということで、下に Android はよくとは大前だとか書きましたけど、いろんなプロジェクトに LTSI のカーネルを使うことはできますよということを書いています。あと CPU アーキテクチャニュートラル、プロットもニュートラルですよとは言っても、実際今サポートしているのはサポートというかその一生懸命パッチを書いているのはインテルと ARM のプラットフォームが多いですけども、当然それ以外のものもできます。要するに例えばリナーロみたいな活動っていうのは ARM だけにやってるわけですから、これはそういう意味では何でもありですということですね。あと Linux ファンデーションがやってるけど、メールの書き方は例えばサインドオフバイトがちゃんとつけてねということで、コミュニティでプルーブンなプロセスはちゃんと使いましょうということを言っています。とは言ってもさっきのこの青いパスと同時に赤いパスを認めるよという意味で、少しインダストリーフレンドリーにやりましょうと。でここはですね、コミュニティって結構みんな口が悪いですよね本当にどうしてなのって言いたいくらいか、まあ、日本人はですね、英語があんまり分かんないから、そのボロクソに言われてるってあんまり感じないかもしれないけど英語的には死ねこの野郎みたいなそういうメールが飛び交っててですね、なんかちょっと問題なんですけど、だからそういうの慣れない人が見るとビビってしまうってところがあってですね、でそこはできるだけ優しくしようねというふうにしてますけど、コミュニティってなぜか女の人がほとんどいないって、もうゼロではないですけど、限りなくですから 1% もいないですよね。なんかね、その理由の一つもそういう言葉遣いの悪さがあるんじゃないかという話はしますか。なのでもうちょっとまあフレンドリーにしましょうと言ってるけど、まあ結構みんな叩かれてますけどね、まあ、そういう意味ではそういう思想を持っていますので、ぜひバッチを送ってくださいということですね。であとヨクトプロジェクト、ヨクトプロジェクトは Linux ファンデーションの中の別の活動です。ヨクトプロジェクトはインテルさんが主に始めた活動で、今はフリースケアとか TI とかマリニスも入ってるんですけど、あとはウィンドリバーとかそういうメンターとかそういう会社が入っていて、何をかというと、エンタープライズにはレッドハットもスーゼもいろいろあるよねと。だけど組み込みにはディストリビューションがないので、ディストリビューションのを作るツールが欲しいよねっていうので、ヨクトというのはまあわりかしいろんな
チップベンダーさんとかいろんな団体が使うようになっています。ポイントは、レシピっていうそういうファイルがあって、レシピを定義するといろんなカーネルソースとかツールチェーンとかユーザーランドでのアプリプログラムをあちこちからソースから引っ張ってきて自分でビルドしましょうというものです。で、実はヨクトと LTSI はリンクするようになっていて、もともとヨクトはそのインテルさんが始めた時は常に最新のカーネルをやると、でそれを6ヶ月後に更新するっていうことだったんですけど、 LTSI は最新ではないので、彼らは最新のものと LTSI を2つサポートするように形になりました。で、それに行くと 3.10 が今サポートされていて、まあ、この先もすぐにやっていくよってことで強調するようになっています。なので、自分の商売の話をすると、今は LTSI のカーネルをヨクトでレシピにしたものをお客様に配るってことをやっていますので、そういうこういうふうなことを実際、実際のビジネスでも使っていますよということになります。で、 3.10 の復習をしましょうということで書いてますけど、もうちょっとこれ古新聞ですけど、2月に出ましたと、2月に 3.10 の LTSI が出ましたよと、一緒に 3.0 と 3.4 も更新されましたよということを書いています。で、その時の歴史を思い出すと、さっき言った 3.10 は6月末に出ちゃったんだけど、8月にグレッグがさっきのメールを出してアナウンスして、実際にパッチを集めたのは11月からです。で、11月から約75日間マージウィンドウを開けてパッチを集めて、その後パッチ閉めてから約1ヶ月テストをして2月24日に出ましたと。でここはさっき Linux 側ではきっちり70日って、ここは実はルーズなんで、いつ出ると決まってないんですけど、一応こんな感じで 3.10 をやりましたというのがここの結果です。でそこにパッチを送ったのは誰ですかっていうと、インテルのダリアン・ハートさんっていうのは1100個とか、うちのサイモンさんが1100個とかですね、あと東芝の、ダリアン君が100いくつとか、こういう皆さん送ってくれてて、数少ないけどリナロカーとかも結構大事なパッチが入っていたりするので、今回は2500個パッチが入りましたという話です。で、もうちょっとこれを増やしてもいいかなと思っていて、次の時はもう少し増やしたいなと今思ってますけど、インテル、ネサス、東芝ってやっぱチップ屋さんが一応頑張って行動を変えてるのが多いですけど、もっと製品作っている人からももちろんパッチ、この前の 3.4 の時はソニーさんの結構パッチ出してくれてたんだけど、そのソニーさんのやつは、メインラインに入っちゃったんで、パッチは後から送らなくても済む、例えば LTTNG とかいろいろあったんですけど、それもメインラインに入ったので LTSI でパッチを送らなくても済むようになったという、それはいいことなので、そういう流れです。で、中身は、そこには出て LTTNG とか、パワーエフィシェントワーク Q、パワーマネにワーク Q の、オーダーの入れ方をパワーマネに合うように合わせましょうとか、あとボードサポートはインテルのベータレルチップとか、あとインテルのミノーボードとか、ルニサス RKM2H2 サポートとかですね、ザイリンクスのサポート、そういったものが入ってます。要するにこれらの、例えばベータレルのサポート 3.10 には入ってないんです。で、ここの LTSI 3.10 を持ってくればベータレルが使えますよとか、ルニサス RKM2H2 も 3.10 にはメインラインに間に合、時間的に間に合わなくて入ってないんですけども、それを 3.12 とかからバックポートしてきましたっていう、その結果があります。でですね、ここが、今回の2015年に向けての新しい話ということで、新しく今回発表したんですけど、グレッグはですね、これまだブログとか書いてないので証拠がありませんが、LinuxCon Japan の時だったと思うので、いつですか、6月ぐらいなのかな、次は 3.14 だと。で、実はですね、これ結構物当てで、LKML に出てます、ね、僕が勉強不足なだけですね、はい、じゃあちょっと勉強します。チェックします。もう出てました。3.14 というアナウンスは出てました、ね、はい、はい、ちゃんとリファーしてます。じゃあ、で、なんでそうなったかっていう話をすると、ですね、まず一つは日程が去年よりも早めたい、さっきはこの 3.10 の時は2月24日、今年に入ってから出たんですけど、来年は年内、一応クリスマスプレゼントを目指してやりましょうってことになってて、で、なんかこれグレッグが、一応グレッグはコミュニティの人なので、ビジネスは関係ないと言っておきながら、クリスマス商戦に間に合わせないとわけわかんないって言いましたけど、25日で間に合わないって話はありますが、25日に働いてるのか。でもコミュニティでは働いてるかもしれないですけどね。ということで、一応ここから逆算式になっていてですね、今回は、マージウィンドウを開けるのをターゲットで8月21日、これ、Linux コンノースアメリカの時ですけど、そこでやめようと思ってて、マージピリオドは目標70日、でその後テストに50日プラスで取りたいなと思っているので、年内出すというのが一応決まりました。で、過去ですね、3.0、3.10、3.14 って、あとなんか3、なんか1個忘れましたけど、全部グースだっていう話があるのと、いろいろ次は何だって、なんとなく想像がつくようになって、物当てをしてたんですけど、最初に 3.14 になりましたということです。というかもう一つ、さっきですね、LTS は逐次変わってて、どんどん新しいセキュリティフィック出てきますよってなってたんですけど、実は
ここが変わってもですね、ここがついてくってなかったんですね。でさっき例えばこの 3.10 のリリースで 3.4.46 から 3.4.81 まで40個も飛んでいるっていう、途中40回サボってたというか、まあ、そういう仕掛けがなかったので間が空いてたんですけど、最近あの LTSI のことを使うようなお客さんが増えてきて、間のやつはどうするんだって話になってですね、すいませんということになって、一応じゃあそこは工夫して、今日実はですね、今日僕皆さんの前でこんなこと言ってますけど、まだこれできてなくて、僕と柴田さんがグレックにやってって言えばできることになってるんですけど、LTS が出たら全部同期しますと。だから例えば 3.10.11.12.13 で出たら LTSI もそれ全部出しますと。で全部出すんですけど、そうは言ってもそんなたくさんあっても困るよねって話になるので、一番下に書いてる、オフィシャルなメンテナンスアップデートっていうのは、今まで半年ごとだったんですけど、クォータリーにしました。3ヶ月ごとに出します。だから年に4回 LTS のリリースとしては出しますが、コードとしては全部のバージョンを作ります。で、大事なことはですね、テストをする人はソフトの絶対変えたくないって、1個でも変わったらテストし直すだとかすぐ皆さん言いますけど、さっき言ったその LTSI の赤いページのルールのことで、LTS の例えば 3.4.1 から 3.4.2 に関しては絶対に安全にアップデートできるものですよということになってるんですね。なので、確かに心配はするかもしれないけど、バージョンは1個ずつ、その4桁目っていうかな、 3.4.3桁目に関しては全部逐次最新のものを使った方がいいですよっていうことになっているので、まあ、そういう意味ではこの真ん中のやつが全部出ると、その時の最新を使ってやるということができるようになります。なのでこれは、今日時点まだできないんですけど、8月からやろうと思っていますので、これが変わるんですが、この 3.1 の話とこの2つの話が新しい話になります。あとですね、テストの話をちょっとします。時間は大丈夫ですか？大丈夫です。全然大丈夫ですか？そうですか。テストの話をしています。で、そもそも、なんでテストしなきゃいけないのっていうことですけど、さっき何度も言いましたけど、そのグレックのページに赤いテキストのページで、LTS は絶対が、要するにマストアプライのものしか入れちゃいけないよって書いてましたよね。で、LTSI は、さっき言ったように、こういう青い線、赤い線で、新しいの、こっちはまあ比較的セーフです。この赤のが入ってくるので、ある意味 LTS の代わりに比べるとダーティーなんですよ。その要するにリスクがあるんですね。なので、テストをしなきゃいけない一番のモチベーションは、ここにですね、ここ僕が書いたのは、Upstream LTS は Managed to be Complete Safe だと。要するに LTS 自身は Complete Safe に作られてるんだけど、LTSI は、コミュニティのもといろんなもののフィーチャーバックポートとか、インザセルデマンデッドパッチを当てているので、ダーティーかもしれないねと。なので、LTSI のカーネルが、LTS のカーネルに対してリグレーションがないことっていうのを確認しなきゃいけませんよねと。で、これはまあ、ある意味当然の話で。で、まあ、僕ら商売でやってるわけじゃないっていう、その、こっちからリアクションディションから商売でやってるわけじゃないので、保証するとか、その面倒見とか言えないんですけど、まあ、そうは言っても、ちゃんとテストしないとやばいよねというのが、もともとのモチベーションです。でさっきのこの、例えばこういう時間軸の中でも、バリデーションピリオドって取ってますけど、一応これはパッチを出した人が自分のパッチが正しく動くことを確認してねっていうことをお願いしてますけど、システムレベルでちゃんと検証しなきゃいけないよねと。で、実は僕はルネサスなので、ルネサスの中ではこういう検証を実はしていて、3.0 と 3.4 の時代は手動で何千項目、何万項目あるかしませんけど、なんかこの分厚いテスト、リポートを作るぐらいのテストをしてました。で、そこを、ターゲットしてですね、フルオートメーションにしたいなと、あと簡単にできるようにしたいなと、あと傾向トレンドモニターですね、あるバージョンからリグレッション入って、例えば軌道が遅くなっているとか、サイズがでかくなっているとか、中の回路が悪くなっているとかいうことがあるので、トレンド見たいよねと、それで変化点を見つけて、何か問題入ったらそこで見つけたらいいねということなので、今まで手動でやったやつを自動にしたいですねということと、ローカルテストエクゼキューションで何のこと言ってるかですね、要するにテストを1箇所に集約しちゃうと、そこにボードを送んなきゃいけないとか、誰か大盛りの人がいなきゃいけない、大変なので、各社が自分のサイトに持ち帰ってそのテストコードを実行できるようにしましょうねということをやってます。でただしね、これはプロスとコンスがあって、みんなが勝手にテストしちゃうと結果が集まらないので、さっき僕LTS ができるまではいろんな会社が違うバージョンを使っててすごい面倒くさかったと言いましたけど、テストもですね、みんなせっかく同じ感じで使うようになったんだから、テストもあるところに関しては共通にやったらいいよねと、テストのプログラムであったりテストの結果を共有するってことをした方がいいよねと思っているので、ここはですね、今日午前中のチームの話を聞いた方は出てきたらしいですけど、C Linux のプロジェクトの中でお金を少し予算をつけてもらって、
今あの分散でテストする環境を配り始めて、今アルファテスターの人に何人かやってもらってるんですけど、分散でやった結果の中でこれは公開してもいいよっていうチェックをつけたやつがどっかにアグリゲートされて集まる資格を作りたいんです。そうするとこのボードを実は誰かを見つけて、このボードはもう基地の問題なんだとかいうのが分かるようにしたいんですね。そういうことを、これからやっていきたいと思っていて、その分散でテストができるけど結果をアグリゲーションできてみんなに見れるものっていうのを目指しています。なのでそういうことを、まあ、やろうとしてますよっていうのをここに書いてあって、でこれはあの今のテストフレームワークの絵ですけど、上にあの会社名がちょこちょこと書いてますけど、一番左はコジェントエンベテッドで、これはあの、ダミーのヘッドクォーターはアメリカの会社で、実態はロシアの会社ですけど、そこが、元のところこのひな型を作りました。で Linux Foundation NTSA プロジェクトは、まだお金を出してないんですけど出すことになって先にログが載っていた。で、ルネサスはまあこういうお金出してるので、まあ、これはあのそもそもコジェントが作ったものをドネーションしてもらって、それをみんなでこうエンハンスしようねと。でこれはあのテストのフロントエンドの画面で、ジェンキンスっていうあのツールで書いてあって、これあの表になってるところは一つずつは全部テストケースで、あの赤丸青丸があのテスト結果の3枚ですけど、もっといろんな画面が出ます。あのお天気の雨降ってる晴れてるみたいな画面とかも出ますけど、でクリックしていくと、そのどこにログバグがあのエラーが出てるのとかログが見れたりするような、まあ、ウェブベースのそんなやつがありますよ。でここに、ですね、まあ、この話をすると長くなりますけど、ホストマシンがあって、そこにボードがつながっていて、このテストプログラム自身はホストマシン上で動いていて、ボード上にテストプログラムをそこでビルドして、テストを実行してその結果を集めるって、そういうことをするわけですけど、その辺の一連 の, そのテストの投入とか結果の収集とか、例えばボードの電源オンオフとかも含めて全部ここからできるようにしています。なのでマネージャーの人はここだけ見てれば結果がバッと見えるし、実際のデベロッパーの人はそこから見ていけばいろいろ分かるよねということですけど、ただですね、実は私自身はこれはもう何年も前からこういうことやってて、問題はテストで見つかったバグを誰がどう直すのかってところがずっと大事なんですね。でこれはそういう意味でいくと、とりあえず結果を見てて、で例えば今これ赤丸ついてますけど、赤丸に対して誰がどう面倒見るんですかっていうのができてないの で, ちょっとそこはですね、この先の議論だと思いますが、まあ、オープンソースなので、要するに自分が作ったところ以外のところで問題が出ることは当然いっぱいあるわけですけど、それをじゃあどうやって直しますか。でこれはですね、そうか、今日は僕はあのリナックスの人じゃないことにしてくださいねあのリナックスカーネルってほとんどテストされてないんですよ、実際は。でというか、まあテストできないというのが正しいのかな。要するにあのカーネルがものすごい膨大なコードでいろんなコンフィギュレーションがあるから、その条件を定めないとテストってできないので、実際そのコンパイルが通ることって一応見てくれてますけど、動かしてどうなのっていうテストは事実上ほとんど誰も見てないんですね。なので、使う人が自分の使い方で動くかどうか見る責任があるんですけど、なかなかそれは素人の人に言うとそんなんでいいのっていう話になりそうですけど、実態はそうです。で、カーネルコミュニティの中でもさすがにそれはまずいよねっていう意見はずっとあって、昔はですね、カーネルコミュニティもみんな若かったのでイケイケだったんですけど、最近みんなおじさんになってきたので、やっぱりテストもやんなきゃまずいよねって議論が割と真面目にされるようになりました。以前はね、テストなんてクソバイとかみんな言ってたんですけど最近は話は変わってきました。あの要するに、当時は新しいものが入るのがもっといいだろうと、テストなんかしてたら止まっちゃうだろうって言い方をみんなしてたんですけど、さすがにそれはまずいということになってですね、グレッグが、さすがにグレッグ君はすごい人でですね、テストのことを考えたら彼は10年プランというのを出してきてですね、今年と3年後と10年後で10年後にこうしようっていう心得を書いて、で最終的には全部フルオートメーションテストを通るようにしようって彼は言ってるんですけど、直近は、カーネルソースをビルドするときに、今メイクってやるとまあソースをビルドするバイナーができるわけですよ。メイクテストってやると何らかのテストが入るようにしましょうねと。あ、僕は最近上田さんに紹介してもらったの Google の方を読んでいます。 Google の何でしたっけ、テストから見て Google のとかとかいう本が出て、これかなり面白い本で皆さんおすすめします。結構ね、分厚い本なんですけど、要はね、 Google という会社は、そう、小林さんもよく知るように Google という会社はプログラマーがコードと一緒にテストクイズを書かなきゃいけないことになってるんですよ。で、そのテスト設計者とプログラマーが一緒に仕事するようになっていて、そのテスト設計者がコードを書く、Google もそのいわゆるアジャイルでこう書いてるので、あの最初からそのウォーターフローの設計をするわけじゃないんですけど、小さい部品を作るときに小さい部品に1個1個に対して可能テストケースを作りなさいと。で、まあ、我々のいわゆるユニットテストとかコミュニケーションテストみたいなことを、まあ、彼は SML、Edge とか名前つけてましたけど、そういうふうなコードと必ずテストがペアになってて、テストが通ったものしかマージできませんよっていうルールを Google の中でやってますよっていう本があります。これちょっとあの最近出た、先月出た本なので皆さん勉強されていいんですけど、で実は Linux カーネルはそのテストっていう概念がないですよね。でテストケースがコードとしてついてこない。なので、例えば皆さん LTP とかね、 LTP っていうのはシステムコール POSIX API をテストするものとして作られていて、でもですね、
細かい話をするは浅川さんの専門領域ですけど、細かい話をすると、ポジックスのバージョンっていうのはカーネルバージョン、リブシリが変わると、あの正常系はいいんですけど、異常系のリターンの変え方が違うとかいろいろあるんですね。なので、LTP も万全ではなくて、LTP を通すと LTP のテストしてるんじゃないかっていうぐらいのことになることも多いので、ちょっとこの Linux をどうテストするかっていうのは結構難しい問題です。で、例えば、皆さん Android CTS とかってご存知ですよね。その Android はプログラマー、アプリケーションプログラマーに対してこういうケーパビリティが使えますよっていうことを担保しなくちゃいけないから、こういうサービスが使えることっていう、そのサービスのレベルでもテストするようになっていて、例えばカメラのこうなることとかセンサーがこうなることっていうのを規定してますので、そういうテストをしてますけど、カーネルってそういう意味でアプリが載ってない裸の状態でテストしなきゃいけないから、何をどうテストするのって実は結構難しい課題です。なので、とりあえずこの議論は始まったばっかりですけど、LTSI としてはこれをやっていくことをしてるし、コミュニティもさっき言ったそのグレッグの10年計画っていうのはスタートしたところだし、あと例えばリナロであるとかヨクトであるとか、それぞれもちろんディストリビューションレッドハットとか、それぞれがみんなで一生懸命テストしています。なのでちょっとですね、そういう意味ではどういうテストをしなきゃいけないのとか、誰がどこの責任を持たなきゃいけないのっていうのは、商売の話があるとなかなかややこしいですけど、まあ、当然のことながら、例えば僕らのお客さんに LinuxBSP ですよってポイント渡すんですけど、まあ、99.99% は自分で書いてないわけだから、そんな何が起こるのかわからないんですよね、正直に言いますね。で、それ使ってみないと出ないことがいっぱいあるので、まあ、そういう意味ではちょっとみんなでここのテストは一緒にやろうって、ここから先はうちのずっとノウハウだから残しておこうとかいう話はきっと出てくるので、そこは皆さんとこれ先議論したいですけど、まあ、こういうものを作ったので、皆さん使っていきましょうねというのが、今回の話です。で、これは 3.10 の時はまだ本当にちょっとだけ触りしか使えなかったので、次の 3.14 の開発に間に合うように、したいなと思ってて、一応8月のですね、20日頃 Linux コアアメリカで、一応ベータテストフェーズから持ってきたいので、こんな感じで皆さん触ってみてくださいねというふうにみんなに言おうと思ってますけど、まあ、やることはまだいっぱいあると思っています。で、今はですね、これは28オートメートベンチマーク、まずベンチマークで、ね、例えば IOZone とか iPath とか NetPath とかこういったやつに、オープンソースで普通に使われている最近テストもそうですけど、そういうオープンソース系のベンチマークが組み込まれていて、これはボタンを押せば実行できるようになってますよと。それからテストもですね、今33個、LTP の中のいくつかの DDT のテストがいくつかとかですね、ストレステストとかいろいろ、そういう JP のテストいろいろ世の中に出ているテストは、ここにある33個は組み込まれていますけど、もちろんこれだけではないと思っていて、で、インタラクションがある、例えばユーザーがボタンを押すとか SD カードに記載するとか、そういうテストって結構難しいですけど、ハードがそれに対応していれば、例えば、我々でいくと SD カードのとこオンオフっていうのはダミーでできるようなビットがついてたりする、 USB の着脱とかも全部レジスター叩くとそれができたような方を見せるとかもできるので、そういうことができれば、こういう自動テストの中にそういうフィーチャーテストも組み込めます。で、我々実はここの上にファンクションテストを組み込むことを今中でやってますけど、そういうような、まあ、一応ここまではデフォルトで入ってますよっていう、そういう説明です。で、これは、トライアルをした 3.10 の時にやったトライアルの結果の一つで、インテルのミノーボード、アトムのついたボード、これは別に意地悪してるわけですね。アトムボードはですね、でっかいファンを使えると途中でハンガアップしてしまってるので、ね、でっかいファンがついてますけど、これをやってやったのは 3.10 のコミュニティのステーブルコードと LTSA の 3.10 を比較するっていうテストをここでしてます。で、まあの責任判定イシューなんですよ。大きな問題はなかったけど、いくつかマイナーの問題を見つけたらそれは直しましたよみたいなことを書いてて、で、これを 3.10 でトライアルしました。だから同じく、ルネサスはこれ M2、R か M2 のチェリスのコードで、3.4 の LTSI と 3.10 の LTSI の比較をしました。で、まあ、3.10 の LTSI に対してこれもやっぱり 大きな問題は出なかった、まあ、もちろんこのテストした範囲ではということですけども、まあ、そういうことで一応こんなことが始まってます。なので、まあ、難易度でテストをするとかいう仕掛けを一応回そうとしてて、で、これはだから LTSI としては LTSI のダーティーなコードで壊してないよねっていうのを確認のためですけど、まあ、それに限らずいろんなところで使えるものですので、まあ、これを皆さんに紹介していきたいなと思っているというのが今の取り組みになります。で、一応最後まとめなんですけど、一応この時は、まず一つは LTS の仕組みを理解しないとしたほうがいいですよねと、 LTS とそうじゃないので大違いで、セキュリティフィックスはマストアプライですよっていうのが一番の話です。それから2番は、3.10 のリテイさんが今年2月にできました、で、次は 3.14 になりましたよということを書いています。それから3番目は、最後に説明したオートメイトテストフレームワークというのを作っているので、まあ、これは今オンゴーイングですけど、目標はテストケースをみんなでシェアしたいと思っているので、みんなでやりましょうと。で、ちょっとその
テストケースをシェアする仕組みはこれから作んなきゃいけないんですけど、結果がみんなどこに集まってくればみんなそこでお互いその先の仕事ができるよねというふうに思ってますよというのが、今回の説明になります。ということで、普段よりは時間をもらったので応援されましたけど、まだ時間を持ってます。どうもありがとうございます。何、はい、かありますか？質問等あれば。はい、そのテストフレームワークはもうどっかでアベイラブルになってる。アベイラブルになってます、実は。ですね、みんなに教えてないんですけど、教えてあげますって教えてなくて偉そうに言われるじゃないんですけど、要はですね、まだ出来が悪いからいろいろ問題が出るかもしれないので、みんなに入ってないですけど、そういうのやってみたい方であればぜひ触ってください。Ubuntu がデビアンのパッケージになってるんで、インストールすること自身は決まって簡単です。長瀬さんが途中で言ってた本は、ツイッターのこ の, ハッシュタグのところで、私今つぶやいておりましたので、はい、見ていただければと思います、はい。テストから見える Google のソフトウェア開発って本だったかな、はいはい。他はどうでしょうか？何でも記憶に残ってると思いますので、あと25分どうもありがとうございました。スケジュールが引いちゃってるのが初めて。